所得税法、所得税法、所得税違法、昭和40年3月31日法律第33号は、講義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた、日本の法律、所得税法、昭和22年法律、第27号を全部改正して制定された。なお、以下、所得税法を、法と表記する。日本は、 租税法律主義をとっているので、所得税の主な法規は、所得税法で定められる。一方、租税特別措置法による修正が取られていることも多く、特に個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡す場合、租税特措法なしに正確な課税関係を語るのは、ほぼ不可能である。理念としては純資産増加説、包括的所得概念に基づいている。 建前としては、所得の合計額をまとめて課税する総合所得税の方式を採用している。一方で、所得分類の存在など、厳選ごとに所得を分けそれぞれに異なった税率を適用する分類所得税的な要素もある。日本の所得税法は1887年に導入された。導入の当初は、所得金額300円以上の高額所得者のみを、 納税義務者としていたことから名誉税とも呼ばれた。税率は最大3%であり、税収に占める割合はわずかなものであった。しかし、酒税と地祖以外有力な税収を持たない明治政府にとって将来的には公平な負担をもたらす有力な税収となるとして期待れていた。帝国議会制定前に制定されたので、第日本帝国憲法制定後は、 第二本帝国憲法第六十三条が適用された。1899年、法人所得を第一種所得として課税するようになった。二十世紀に入ると税収構造が変化する。産業革命によって産業構造が変化し、産業の高度化が進展する、ペティクラークの法則。それに伴い所得税の税収が伸び、地署の税収を追い抜いた。 1918年以降は、主税と主要争い、1920年には、帰還税としての姿を整える。関東大震災後の頃には、所得税が税制の中心的存在と認識される。昭和に入ると、日本の対外進出が積極化する。日中戦争、1937年1945年、太平洋戦争、 1939年1945年などの第二次世界大戦に突入することで多額の税収が必要になり、税制も戦時体制に組み込まれる。昭和15年改正では、所得税から法人への課税、法人税が分離し、法人税法が制定される。そして、総合所得税と分類所得税を取り入れ、所得税を分類し基礎控除を引き下げることで、 所得税を大衆化した。さらに厳選徴収も拡充し、現代の所得税の仕組みが整う。1940年、体九1945年、日本は第二次世界大戦で敗戦し、GHQ の統治下に下る。日本国憲法の制定に伴い、新国納税制度の導入や、総合課税への一本化が行われた。1948年には、 租税法学者、カール・シャウプラが、シャウプ勧告を提出、総合累進所得税や各種控除、青色申告制度などを提唱した。日本政府はこれを受けて、税制を改正、1950年に法律となった、シャウプ税制。しかし、1953年の改正では逆コースの流れで、多くの修正が加えられた。その後、日本は、 高度経済成長によって税制の自然増が続く時代を迎える。1973年のオイルショック以降、日本の経済成長率は低下し、社会構造の変化に税制が対応できていないと認識されるようになる。そのような認識を受けて、1988年に税制の抜本改革が行われる昭和63年改正。個人所得税の税率が 簡素化、最高税率も引き下げられた。国税、厳選徴収による国税を除くを徴収する義務を持つ者、国税通則法2条5号。本来の納税義務者。所得税法には人的非課税、人的課税除外は定められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら、所得税の納税義務を持つ。外交官は、例外的に納税義務がない。 外交関係に関するウィーン条約。源泉徴収義務者とは、源泉徴収による国税を徴収して、国に納付しなければならないもの。国税通則法2条5号。人を雇って、給料を払うときに、支払い金額に応じた所得税を差し引き、実際に支払った月の翌月10日までに国に納める義務のある会社、個人。給与などの支払いをする学校や、 観光庁なども、厳選徴収義務者になる。所得税の課税単位、税額算定の基礎となる、人的単位、単税力の測定単位を個人とする、個人単位主義と、家族、夫婦を単位とする家族単位主義、夫婦単位主義がある。個人単位主義は、家庭内で、恣意的な所得分割による、累進課税の軽減、排除が行われることがあるという欠点を持つ。 家族単位主義も、家族、夫婦が同じ消費単位で共同生活をしているという実態にはしているが、既婚者に比べ独身者の税額が高くなりがちなため、税制の婚姻中立性に反する。日本の所得税法は、個人単位主義を採用し、上記の欠点を克服するために、事業主が家族に支払った対価を必要経費に参入できないようにする規定がある。 法56条。また、所得控除の一部、配偶者控除、扶養控除など、も、家族制度を前提とした規定が取られている。所得分類は、各所得の金額計算方法の違いによって、タックスシェルター、所得種類の転換によって、所得税の軽減、排除を図る、措置の余地を生むことになる。しかし、損益通算の法定順序や制限と結びつくことで、 費用、用、損失のの流タタックスシェルターの一種を防ぐことができる。所得税は総合課税の方法をとっている一方で、所得分類という分類所得税的な制度を組み込んでいる。日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。平均課税制度が適用される90条。居住者、永住者への所得税の基本的な計算方法は、 所得税法21条22条に定められている。それに加え、損益通算69条、平準化措置89条90条などの調整が行われている。ここでは、大まかな計算方法を記述した後、細かな計算方法について解説していく。まず、所得を10種類に分け、種類ごとに、所得の金額を収入金額の形態で計算する。 二十一条一項一号。その計算をもとに、所得税法上の課税標準、総所得金額、退職所得金額、三輪所得金額の二十一条一項二号、損益通算、六十九条、損失の繰越控除、七十条七十一条が行われる。この時、退職所得、三輪所得は、他の所得と合計しないで、課税標準を計算し、 分離課税、残りの8種類の所得は合計して計算する総合課税。その後は、各所得から所得向上して、高額上の課税所得、課税総所得金額、課税退職金額、課税残輪所得金を計算し、それらの金額に税率を適用する21条1項4号。この時、高い累進課税を緩和するための平準化措置として、 三輪所得には5分5乗制度、変動所得、臨時所得には平均課税制度が適用される。最後に、上記の被体から、税額控除、配当控除、外国税控除を行い算出された額が、所得税の期二21条1項5号、納付すべき、所得税の被体、120条1項3号となる。収入金額とは、その年において収入すべき金額。 所得税法三十六条一項。他のものから受ける、外部から流入する経済的価値。対価性のない無償の経済的利益や金銭以外の経済的利益、権利、物名も含まれる。所得税の課税標準における計算手続きの入り口。現物、金銭以外の所得は、現物所得と呼ばれる。現物所得の収入金額は、現物の取得。 教授時の価格、時価相当額である。所得税は所得によって、収入金額と総収入金額の用語を使い分けている。内容が比較的単純で類型化しやすい利子、配当、給与、退職などは、収入金額、活動、種類、範囲が複雑な事業、不動産、三林などは、総収入金額として使い分けている。所得の金額計算上、 収入金額は、収入とそれを得るための支出との個別対応を定め、費用、収益対応原則、総収入金額は、収入とそれを得るための支出を合わせて把握資料者の相対対応を定めていることを表す。収入金額参入規定は、外部からの経済的価値の流入がないのに、収入金額があるとする規定。対義語は、収入金額不参入規定、口実。 収入金額不参入規定は、外部からの経済的価値の流入があるのに、収入金額がないとする規定。損益通算とは、ある種類の所得に生じたマイナスの金額、損失を他の種類の所得に生じたプラスの金額、利益から控除する手続き。分類所得税的要素、所得分類などを持つ日本の所得税の総合所得税的側面。純所得課税の原則。 純学主義、単税力に応じた、課税の原則、単税力原則からの要請、分離課税の方法が取られている、退職所得、議院所得にも、損益通算が行われる。不動産、事業、議院、上渡の所得に損失が生じた場合、他の所得の金額から、控除できる、法69条1項。利子、退職所得は、 所得税法上損失が生じることが想定されていない。所得税では損失をどの所得で控除するかはが法定されている。まず、総所得金額に参入される所得、利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、一時、増は、形状所得、利子、配当、不動産、事業、給与、増と一時的な所得、譲渡、一時に分け、 各グループ内で、損益通算を行う。その後、控除しきれない損失がある場合は、総合所得金額に参入される、所得全体の金額から控除する。それでもなお控除しきれない場合は、三輪所得退職所得の順番で控除する。総所得金額に参入される所得の損益通算後、三輪所得から生じた損失は、計上所得一時的な所得退職所得の順に、 控除する。長期譲渡所得、一時所得の金額は、損益通算後の残額の合計額の2分の1、相当金額だけが、総合所得金額に参入される、2分の1、控除イコール2分の1課税。損益通算後の残高には、繰越控除が行われる。損失の繰越控除とは、ある年に生まれた損失を、翌年の損失に参入すること。 下記の他に、租税特別措置法上の特例が設けられている、租税特別措置法37条の12の2第6項、37条の13の2第4項、41条の15第1項。損益通算、69条と損失の繰り越し控除、70条、71条が行われる段階で適用される。日本の所得税は、総合所得税として、 原則総合課税の制度をとっている。しかし、一部の所得は分離課税の方法をとっている。退職所得や議院所得は、長年の勤労の成果が一時点に実現する、性質のものでり、一度に大金が手に入るため税率が高くなってしまう。そこで、他の所得とは別に課税標準を計算することで、累進税率を緩和している。さらに、租税特別措置法は、 上記のほか、一定の譲渡所得を、深刻分離課税の対象としている、同31条以下。その理由は、譲渡所得が、形状的な所得とは異なり、その実現のタイミングを選択することが可能である。ことから、損益通算による、租税回避に用いられやすいことにある。一定の長期譲渡所得、租税特別措置法31条の2.31条の、 3や特殊な要態による私、租税特別措置法33条から37条の9の4には、軽減税率、特別控除、課税延期などの措置が取られている。税率を適用する段階で適用される措置。所得税は所得を合計して課税すると高い税率が適用されるようになる。累進税率の束ね効果ため、特別な制度を設けて高い累進課税を抑えられる。 仕組みになっている。所得控除は家事費、消費のための支出や家事的性格を持つやむを得ざる支出、損失を単税力の減債理由とされる控除。このほか政策的、公益的理由による所得控除もある。所得控除は所得税法上の課税標準、所得税法22条1項に対して行われる。所得控除された所得金額は 高額上の所得控除、税率適用の直接の基礎となる金額となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。